はい、シュプリームプラスです。じゃあ今日は海外の売れ行き完売タイムチェックしていきたいと思います。今週は、ホールティーですね、それからグレムリンとのコラボ、そしてアイダックニューヨークとのコラボなどなどたくさんのアイテムが発売になりますが、海外ではもうすでに発売となっておりますので、どの辺のアイテムが人気だったのか、完売タイム早かったアイテムなど、非常に参考になりますのでチェックしていきたいと思います。またこの動画の後半では着画も一緒に見ていっちゃいたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、こちらはシュプリームプラスの YouTube チャンネルです。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひこの機会によろしくお願いいたします。ということで早速見ていきたいと思います。まずはシュプリームの EU ロンドンの方から見ていきたいと思います。完売タイムを先に見ていきたいと思いますけれども、グレムリンのホッケジャージが早いですね。30秒ぐらいで、ホワイトが人気になっていると、ギズモの方ね、それからレイモンド・ベディボンのメカニクスジャケット、ライトブルー、エンボスドセーター、ライトブルー、50秒、それからシャドーブラッドのフラネルシャツ、シャドーネル、これがマゼンダが60秒、1分ぐらいですね。グレムリンのホッケジャージがやっぱり人気になってますね。ほとんど、上位に入っていると。それからシャドーネルのブラックも人気になっておりますけども、3分ぐらい余裕があったということで、完売状況を見ていきたいと思います。まずは中綿のジャケット残ってる。ウーブンジャケットは、これライラックって色と、あとブラックが人気になってますね。シャドーネルやっぱり人気ですね。全カラーソールドアウト。それから、エンボスセーターは、このライトブルーがソールドアウト。グレムリンのホッケージャージは両方ともソールドアウトですね。ギズモの方が少し早いタイムは早かったですけれども、両方ともソールドアウトになっていると。それからキャピタルティー残ってます。そしてグレムリンのフードは残ってますね、全部。それからアイラックニューヨークのフーディとスウェットパンツ、これ残ってると。それからフォールティー見ていきたいと思いますけど、ドントファックアランドは全部残ってるのかな、全部残っております。グレタティー、あ、グレタティーも全部残ってますね。そして、アイラックニューヨークのT シャツ、これも残ってると。あれ、T シャツは全然ソールドアウトになってないですね。トラディション T も残ってる。それからモード T、これ日本で一番人気になっておりますけれども、あ、ホワイトとライトブルー、この2色が売り切れになっているということで、よかった。売り切りのアイテムありましたね、 T シャツ。アイロックニューヨークのフォト T、 これ残っていると。ゴンズ T も残っている、それからアップサイドダウン T も残っていると、残ってますね。T シャツはモード T だけだ、EU は。それから、キャンプキャップ、そしてアイラックニューヨークの5パネル、この辺も残ってると。バラクラブは売り切れ。クラッシュハット残っていると。ニューエラのシングルカフのビーニー、これ人気になってますね。黄色以外は全部売り切れになってると。キャットウーマン、ビーニー残ってる。メカニクスのグローブ、が売り切れ。デッキはギズモの方が人気になっております。これが EU でした。そこから US の方も見ていきたいと思いますけれども、まずは完売状況から。グレムリンのホッケージャージ、やっぱり人気ですね。シャドーネルも、マゼンダが、早いと。多分数が少ないんでしょうね、この色ね。モード T、トマトっていう色、オレンジですね。これが人気になっていると。アイラックニューヨークのアーチ T も入っていると。40秒ぐらい。一番早くて40秒ぐらいなんで、そんなにやっぱり早くないですね。完売状況を見ていきたいと思います。こちら US の方です。レイモンド・ベティボンの中綿ジャケットは残っていると。このウーブンジャケットはライラックが人気になってますね。EU でも売り切れになっておりました。ブラックは残ってますね。シャドープラットネルはやっぱり、前からソールドアウト。エンボスのセーターもライトブルーソールドアウト。ホッケージャージ、グレムリンのホッケージャージはやっぱり両方ともソールドアウトになっていると。キャピタリティ残っていると。グレムリンのフードはグリーンが売り切れですね。それからアイラックニューヨークのセットアップは残っている。それからフォールティ、あ、ドントアラウンド、ドントファックアラウンドはブラックが売り切れになっていると。それからオリーブも売り切れですね。グレタティは、グレタティ全部残ってますね。アイラックアーチティも全部残ってる。トラディションティも全部残ってる。モードティ、あ、モードティは、ストーンとライトブルーが人気になってますね。やっぱりライトブルー一番人気っぽいですね、モードティは。EU ではホワイトも売り切れになっておりました。
アイラックニューヨークのフォートティー残ってる、ゴンズティーはブラウンが売り切れ、アップサイドダウンティーは全部残ってるという状況です。キャップ類はキャンプキャップ残ってる、アイラックのメッシュバック5パネルは、ブラックが売り切れ、バラクラバはやっぱり売り切れになっていると。それからニューエラーのシングルカフの B2 はホワイトブラックが人気になっていると。EU では、黄色いが全部売り切れになってましたね。それからキャットウーマン B にストーンとブラックが売り切れ、メカニクス売り切れ、デッキはやっぱりギズモが売り切れになっていると。US ともに人気になっているのがこのウーブンのジャケットのライラックと、あと、ネルですね。それからエンボスのセーターでホッケージャージ、そして T シャツは、モード T のライトブルー、これが共に人気になっているとアイテム、あ、それからバラクラバですね、あとギズモのデッキというような状況でした。まあ日本も大体同じような感じになることが多いということで、参考にしていただければと思います。で後半は着画を見ていきたいと思います。着画こちらです。今週はフォールティー出ますね。まずは Don't Fuck Around T から、このブラックで黄色いプリントが、なんとも非常にインパクトがあってかっこいいですね。後ろにドルマークが入っていると、でブラックカラーは結構人気高かったですね。それから今見たバラクラバ、これはまあアイラックニューヨークのアイテムもまた後ほど出てくるので、後ほど見ていきたいと思いますけれども、モード T、 これは色トマトって色ですね。結構赤っぽいのかな、オレンジっぽく見えますけど若干赤っぽい感じですかね。それからアップサイドダウン T、そしてこれトラディション T は非常にシンプルなデザインながら日本では結構人気になっていると。まあ使い勝手が良さそうですね。何にでも使えるアイテム、ゴンズ T ブラウンは人気になっておりました。 US で、それからグレーター T とかこの辺のアイテム、グレムリーのアイテムはこの下に出てきます。グレーター T の、ライトパイン、それからモード T、 ホワイト、これ人気になってましたね EU では。それからグレムリンアイテム見ていきたいと思いますけれども、まず T シャツ、まあホールティーなんですけれども、これはカーディナルってカラーですね。前面はシンプルにワンポイントシュプリームっていうロゴで、バックに大きくピクチャープリントが入っていると。結構大きめに入ってますね。それからこれはナチュラルってカラーですけれども、そしてライトピンク、グレタ T は海外ではそこまで人気なかったですね。ギズモ T だったらもっと人気になってたのかもしれませんけども、グレタは、全部完売になってはいませんでした。サイズ掛けはあると思いますけども、それからグレムリンのフード、これはグリーンが、US で人気でした。バックにシュプリームのロゴ大きく入っていると。グレムリンのアイテムでは一番人気だったのがこのホッケージャージですね。でギズモの方がやや人気が高くなっているということで、これ公式の画像ですけど、2人並んでますけど、ギズモはかなり可愛らしい印象になりますね。でこっちのグレムリンのこれストライプっていうボスのグレムリンのボスですけど、このストライプの方はなんかすごいあのダークな、イメージ、かっこいい感じの、イメージですね。全く印象が違いますね、ブラックとホワイトで。ということでホッケージャージ一番人気になっていると。ブラックはこんな感じです。それからギズモのデッキ、これも人気になってましたね。やっぱりあのグレムリンのこの、グレタとかよりもギズモの可愛らしい感じの方が、今回は人気になっているようです。それから、アイラックニューヨークとのコラボもありますね。この方もフル装備ですけど、セットアップと、あとバラクラバがやっぱ結構人気でしたね。セットアップは、海外では残っているっていうような状況でした。シュプリームのボックスロゴが散りばめられたデザインになっていると。総柄デザインのフードとスウェットパンツ、それから T シャツ類も出ますね。シュプリームのアーチロゴに、アイラックニューヨークの、このタギングデザインの文字が上書きされているというようなデザインになってますけれども、一緒に書かれていると。パープル、ブラック、それからブラウン、そしてもう一方フォトティーも出ると。バックにシュプリームという
同じような、I like New York のタギング文字と同じようなデザインで Supreme っていう風に下の方に入っていると。イエローとかね。カラーは何色が他に出るのかなという。あ、それは、そういえば、あれが出てなかったですね。モード T はトマトが出てたのか。カラーちょっとチェックしてみたいと思いますけども、今のフォト T はロイヤルとかも出ますね。それからカーディナルとイエローとオリーブ。その辺のカラーも出ると。グレーター T は、ナチュラルが出ると。ナチュラルが着がありましたね、さっきね。ナチュラルの着がありましたね。まあちょっとまた最後に見たいと思いますけど。カーディナル、ライトパイン。この辺も結構人気のカラーですね。それからライトピンク。そしてモード T はこのオレンジのトマトってカラー。これ珍しいカラーですね。トマト。それからストーン。海外では、ライトブルーと、ホワイトが人気になっておりました。まあこのデザイン、まあ、からすると、このライトブルーとかホワイトが非常に色合いがいいんじゃないかということで人気になってるんだと思いますけれども、可愛いですね。日本でも非常に人気高くなってきていると。でライトブルーは特に多分日本でも人気になりそうな 色ですね。まあそんなとこかなと。それからアイラックニューヨークの T シャツのアーチデザインと同じデザインのメッシュバックキャップブラックが結構人気高くなっておりました。そしてバラクラバですね。バラクラバが非常に人気ですね、海外では。それからメカニックスのグローブ、手袋も出ると。これはワークグローブですね。まあ、防寒用のグローブとはちょっと違うんですけど、まあ、でもまあ使えないことはないと思いますけど、まあ自転車とか乗る方は使えるかもしれませんね。一応こう、作業用のグローブですね。ワークグローブですので、まあなんか運送業とかやる人はいいかもしれませんけども、まあそういうので使ったらもったいないですけどね。レギュラーアイテム見ていきたいと思います。ここまでがコラボでした。それからレギュラーアイテム、レギュラーアイテムではこのウーブンジャケット人気ですね。結構ね、ブラックが EU で売り切れ、それからライラックってこれ、結構薄めのパープルっぽい感じのカラー、これが人気になっていると。ルックブックでも出ていたアイテムですね。それから、レイモンド・ペティボンの中綿ジャケット。ちょっとワーク、シャツのようなワッペン付きのデザインになっていると。ワーカー風のデザインになっているという感じですね。ライトブルーも出ると。そしてこれが一番人気。まあ一番人気ではないですね。レギュラーアイテムの中では一番人気が高かった。ブラウン。それからマゼンダ、この色が結構かっこいいなと思いましたね。このあれ見て、まあ着画ではないですけど、このアイテム写真見て、これはかっこいいなと思いましたね。多分ただ、多分ブラックが一番人気になってくるのかな、やっぱりっていう感じがしますけど、このブラウン、それからマゼンダも出ると。ショーン・パブロが着てるのは多分これは何色なんだろうな。ちょっとブラウンとも見れるし、ブラックとも見れるというような色合いですね。写真で見ると。ブラックなのかな、おそらくブラックが一番人気になると思いますけども。マゼンダもかっこいいなと思いました。それから最後はアクセサリー、帽子類などをチェックして終わりにしたいと思います。キャットウーマンの帽子であるとか、ニューエラのシングルカフのビニなんかも出ますけれども、これ見て思ったんですけど、このクラッシャーハット結構かっこいい感じですね。ベルベットのクラッシャーハット。ブラックカモなんか結構良さそうな雰囲気ですけどね。まあそんなに人気高くないんで、まあ狙っていく人はなんか比較的買いやすいのかなという感じがしますけど、カモ柄の、クラッシャーハットかっこいいなと思いましたね。ブラックカモが特になんかさりげなくカモって感じで。いいんじゃないかなと思いました。それからニューエラのシングルカフのビーニー、これはブラック、ホワイトが結構人気になっていると。そして最後ステッカーセット今週出ます。モード、T のデザインのステッカー、ジョン・カセルのデザインですね。この下着のデザイン。それからドルマークと、ゴンズとあとドント・ファク・アランドの、セットになっているというような感じみたいですね。ただグレムリンのステッカーは残念ながら、今回出ないっぽいですね。なので期待してた方は残念ですけれども、
ということで今日は着画を見てまいりました。着画を見て、いいなと思ったのがやっぱりさっきのシャドープラッドのネルシャツのマゼンダ、それからアイラックニューヨークの T シャツなんかも非常にかっこいいなと思いましたけども、それからグレタティのこのナチュラルってカラーもいいですね。なんかね、ということで、Don't Fuck Around T のブラックは、結構海外では人気になっているということで、今日は着画、それから海外の売れ行きチェックしてまいりました。じゃあ今日はこれで以上になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。